皆さんはじめまして、エンターテイナー鍋と言います。このダンデラインのスタジオでは、私エンターテイナー鍋が懐かしの名作や近年発売された話題のゲームをのんびり気ままにまったりと実況していきます。昔遊んでいて懐かしいと思う方、遊んだけど残念ながら攻略を諦めてしまったという方、ロールプレイングゲームは興味があるけど経験値を金を貯めるのが面倒だという方、僕と一緒にいろんなゲームに挑戦してみませんか。今回実況パート1ということで、まずこのチャンネルの動画の注意点をご説明させていただきます。もうこのチャンネルの動画を見たことがあり、そんな説明は面倒くさいという方は、画面に表示されている時間までスキップして本編をお楽しみください。1つ目、このチャンネルの実況動画は純粋にゲームの攻略を目指すことが目的です。一般人レベルの腕前ですので、スーパープレイには期待しないでください。2つ目、今は言葉遣いには全神経を注いでおりますが、ゲーム中の実況者は完全に素です。方言や訛りが出ることもあると思いますが、ありのままの自分であることを実況スタイルとしていこうと思ってますので、ご了承ください。3つ目、これを視聴されている段階ですでにご理解いただけているかと思いますが、ここではゲームの攻略を目指していきます。プレイする作品は発売からある程度日数が過ぎたものを選んでまいりますが、これから購入を考えている方や今まさにプレイされている方は、ネタバレが含まれることをご理解のでご視聴ください。またゲームによっては暴力的なシーンやグロテスクな表現、青少年にはふさわしくない描写が含まれる可能性があります。動画のご視聴はくれぐれも自己責任でお願いします。それでは動画の注意点をご説明させていただいたところで、いよいよゲームの攻略を始めたいと思います。今回実況させていただくゲームはこちら。というわけで、今回から実況していくタイトルがこちら、マリオストーリー。こちらは、2000年8月11日に、任天堂から発売されたアクション RPG ですね。自分が以前、実況したこともある、まあ、マリオシリーズといえば、まあ、有名なね、ロールプレイングシリーズのタイトルである、スーパーマリオ RPG の続編として制作されたタイトルでして、後にね、ペーパーマリオシリーズとして展開されるようになった作品の、第1作となっております。まあ、元々はスーパーマリオ RPG 2として、開発がね、進められていたんですけれども、またね、全く違うシリーズとして、作られたこの作品ですがね。まあね、これ見ていただければわかる通り、すべてのキャラクターがね、まるで紙のようにペラペラなんですよ。まあね、まるでこう絵本を切り取ったような世界観で繰り出されるこの物語ですけれども。
まあ、謎解きとかね、やはり、任天堂ならではのセンスのいい謎解き、そしてね、このアクションセンスとかね、が、楽しみどころの、作品となっております。で、やはりね、任天堂64で発売されたタイトルということでね、まあ、だいぶ昔の作品ではあるんですけどもね、ポケットモンスターメガレビの実況がありまして、なんか他にもね、ポケモンシリーズやってもいいと思ったんですけれども、なんかこう、たまに任天堂系のね、ロールプレイングゲームまたやりたいなと思って、で、このマリオストーリーに手を出してみようと思います。自分もこの作品ね、昔やったことはあるんですけども、それもだいぶ昔に一回友達から借りてプレイしたことがあるくらいなので、正直ね、あんまり覚えてません。でね、まあ、ほぼほぼ初見プレイに近いような感覚になるかと思います。まあ、キャラクターの育成方針とかいろいろね、やり方とかはあるかもしれませんが、まあ、今回は、まあ、楽しくやっていくことを重視にして、進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。マリオストーリー。懐かしいな。ファイルの名前？まあ、うちっつったらね。ファンデ、ライオンと。押し付けよう。やってみましょう。ダウンロードしたけどね、一度もプレイしなかった。郵便でーす。この感じね、懐かしいね。で、今回一応登場はするっていう。兄さん、ピーチ姫から手紙が来たよ。読んでみるね。何々？今日、お城でパーティーがあります。マリオとルイージもぜひ来てください。遠い町からのお客様も二人にとても会いたがっています。美味しいお菓子とご馳走をたくさん作って待っていますね、ピーチより。まあ本作でも、ルイージさんはですね、パーティーに参加するわけではなくお留守番です。まあ登場できただけでもありがたいの前。いつ来ても立派なお城だね。お客さんもたくさん来ているみたいだ。で、プレイ方法忘れちゃったな。ね、これとか開いちゃうしね。まあ、まだ何も開けないか。A でジャンプ。当時の説明書今読むっていう。あ、読み込み長い。んじゃあいいや。ピントまで言えなかったっけ。お、まあマリオ、パーティーに来てくれたのね、ありがとう。お客様のお相手をして少し疲れてしまった、だからここで休んでいたの。ここなら誰も来ないわ。
二人でゆっくりお話をしましょうよ。今日はいいお天気だし、バルコニー出たら気持ちよさそうよ。行きましょう、マリオ。一応こうやってさ、マリオのことをこうやって呼び出すのはいいんだけどさ、なんだろう、基本的に本当に気があるのかどうなのかは結構微妙だよね。おやおや、いつの間にこんなもの作られてたんだ。めっちゃ振動してるし。大丈夫だった？マリオ、今の一体何だったのかしら。見てマリオ、まだお昼なのに窓から星空が見えているわ。おっと、ピーチ姫よ、久しぶりなのか。クッパ、まさか今の地震はあなたの仕業なの？一体何をしたのよ。我が輩のクッパ城でキノコ城を空高く持ち上げたのだ。どうだ、驚いたであろう。この城はもはや我が輩のものである。おとなしくするがよい。お前はマリオ、やはりレオトナ、相変わらず若いの邪魔ばかりするやつめ。今度こそは貴様などに邪魔をさせんぞ。またそんなこと言ってるの？あなたがマリオに勝てるわけないわ。諦めなさいよ。確かに今まではマリオごときに手こずっていたが、今回は違うぞ。今度こそ若輩が勝利するのだ。さあマリオよ、かかってこい。よっしゃ、やってる。マリオ、頑張って。いつもどおりジャンプで。なんだこの1ダメージずつのこのグダグダな戦闘は。やるなマリオ、それでこそ我が輩のライバルである。だが今日の我が輩は今までのようにやられっぱなしではないぞ。見よ、星の国から奪ってきたスターの杖だ。これはどんな願い事でも叶えられるすごいものだ。このスターの杖で我が輩がパワーアップすればマリオなどひとひねりだ。行くぞマリオ。もっと攻撃力上がってるぞ。それでおしまいか。そんな根拠ちっとも効かんぞ。まずい。今の我が輩にとってマリオなど敵ではないわ。お遊びはこれまだ。そろそろ本気を出すとするか。マリオよ、これでも食らい。それやってたらそれが終わったじゃん。マリオ、やった、やったぞ。ついに宿命のライバルマリオを倒してやった。お見事でございます。さすがクッパ様ですじゃ。このスターの杖さえあればどんな願いも思うがままだ。我が輩は今本当に無敵だ。さあ、邪魔なマリオにはさっさと出て行ってもらおう。くる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 回って。プロローグ、星とマリオとクリボーと。いいねー。
あ、よかった。かなりダメージが大きいけど大丈夫みたいだわ。さすがのマリオくんも、スターの杖の力を手に入れたクッパには叶いませんでしたか。これは大問題ですな。落ち着くのだ。マリオとわしらが力を合わせれば、まだ希望はある。マリオが立ち上がってくれるように、今のわしらにできることをしようではないか。皆の者、マリオに力を与えようぞ。今のわしらにはこれが精一杯だ。マリオよ、どうか立ち上がってくれ。確かこの辺に何か落ちてきたのよね。あれ？誰か倒れてる。赤い服、この帽子、それにこのひげ、あの有名なマリオにそっくり。まさかこの人、本物のマリオ？ねえねえ、しっかりして。どうしよう、全然起きないの。とりあえず誰か呼んできなさい。どうしようどうしようどうしよう。パパ、おじいちゃん、お兄ちゃん。マリオ。聞こえておるか、マリオよ。わしは星の精のチョール。お主に大事な話を伝えねばならぬ。ピーチ姫を救い出すためにも、大切なことだ。だがあいにく、ここではあまり長い時間お主に話しかけることはできん。ゆえにマリオよ、星の降る丘に来てほしいのだ。頼むマリオよ、わしらはそこで待っておる。ここはどこだと。あ、マリオさん。よかった。気がついたんですね。何日もずっと眠ったままだったから、みんな心配してたんですよ。ここですか？ここは栗村です。キノコタワーの西にある小さな村ですよ。私の他に栗坊さんの家族が暮らしているだけなんです。栗坊といってもこの村に住んでいる栗坊さんたちは、とってもいい人たちですよ。近くの森で倒れていたマリオさんを、ここまで運んでくれたのも栗坊さんたちなんです。え？ヒゲの生えた星？その星に星の降る丘へ来るように言われたんですって？ いえ、そんな星見てませんよ。それにこの家に出入りする人も見なかったですよ。ひょっとしたらマリオさん、夢でも見てたんじゃないですか？でももしも夢でなかったとしたら、それは星の国に住むと言われている星のせいかもしれませんね。だって、星の降る丘って星の国に一番近い場所って言われていますから。とにかく、マリオさんが元気いっぱいになってよかったです。よければクリボーさんの家族にも挨拶をしてくださいね。さてさて。じゃあとりあえずね、セーブポイントもあるんで、初回はここまでにしておきましょうかね。はいはい。はい。ではでは、今回の、実況、まあ、初回はね、この辺にさせていただきます。次回、このクリボーの一家に、挨拶をね、していきたいと思います。ではでは、マリオストーリー実況プレイのパート1、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまでいけるな。